お、どこ行くんだ？ここでよろしいんですか？ずいぶんと大きい屋敷なんだね。どんな人が暮らしてたのかな？みんな、敵よ！私が援護するよ、ソラ君！そりゃあ！クラリアは任せた！一連どうだ！アテリシア！これで終わって！ライザー、私に任せた！こいつで次！ライザー、頼んだ！これでどう？どうだ？力を、撃つ！今なら鍵が作れるから行ける！今なら左！とどめだ！氷の矢だよ。来ねえならこっちからだ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。よいしょ、すごいですよ。やっとライトが。いや、クリシマンだ。とどめだ。こりゃ、やめて。しかない。まだまだ。一匹やっつけた。やったな、ライザー。よいしょ、力をもらうぜ。ライザー、お願い。ライザー、私に乗せて。嫌な予感がします。飛べー。せっかい。隙間だ。どうや。やったな、ライザー。やった、一体倒したよ。やったね、クラウディア。この位置なら。くらえ。まだまだ。私なんかいらないよ。とどめだ。今の鍵が作れるかも。ライザー、頼んだ。どうだ、どりゃ、抜かすよ。くらえ、終わりだ。行くぜ、出るよ。よいしょ。こいつはきついぜ。みんな気をつけて。強い攻撃が来そうだ。いい修行になったぜ。どうにかって感じだな。これも使えるのか。見つけた。魔物の巣窟らしいけど、幽霊の1匹や2匹混じってても気づけないかもしれねえな。戦ってみる。広いダンスホール。タオもオートではダンスとかしたの？してないよ。もう分かってるくせに。集めておこう。みんな敵よ。私が援護するよ、ボス君。これでおしまい。クラリア、どうぞ。これは冷たいよ。そっか、もう一度。私の戦略を作れるかも。もう一度当てられる。もう一度いけ。よし、今のいけそう。やったね、ライザー。このいいかか。この位置なら捕らえた。まだまだいけ。終わりだ。まだ足りない。当てられるよ。いい修行になったぜ。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。お前らに追いつかねえとな。ライザなら有効活用してくれるよね。ここも岩壁。遺跡があったんだ。うん、覚えてないや。魔物が集まってるみたいだ。敵だ、気をつけろ。
クラリア、援護は任せろ。とどめだ。私が援護するよ、ボス。ちゃいましょうね。これも使えるのか。すぐ釣れるといいけど。とりあえず集めておくか。ありがとね。いいもの手に入るかな。いろんな場所を見つけたいですね。
いろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。ライザ、島の中央の方に行ってみよう。あそこの木なら建築に使えそうな木材が取れると思うんだ。建築の勉強、今でも続けてるみたい。ライザ、あれを見て。あの木なら頑丈な木材になりそうだよ。喜ぶのはいいが、あいつはどうするつもりだ。おとなしくどいてくれそうにねえぞ。決まってるじゃない、どいてくれないならどかすまでよ。みんな敵よ。見えた、まだいける、捕らえた。それどうだ、それは一連どうだ。熱いのをあげる。まだいける、私の全力だよ。ライザー、お願い、こいつでどうだ。作れるかも。まだいける、任せろライザー。このそりゃー、くらい、めちゃくちゃ。まだまだ、こいつでどうだ。どうにかしなくちゃ。行くぜ、出よ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。最大限に。ゆうとくん、相変わらずだね。このゆうた、大事なのよ。まだまだ、これこいつでどうだ。これは冷たいよ、当てるよ。今の時期が作れるかも。どうだ、どうだ、おりゃ、終わりだ。よし、今やっていけそう。これで安心して採取できそうね。それが探してた木材なんだ。このままモリツさんに届けるの？ううん、アトリエに持って帰って加工するよ。もう少し頑丈にしたいしね。じゃあ一度アトリエに戻ろう。どこに行くの？ここがいいの。こんなものが突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。ここでいいのか。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと、空剣島が天国に思えてくるな。これで依頼完了だな。さすがはライザだ。これほど頑丈な木材を用意してしまうとはな。すぐにでも工事を再開するとしよう。これで宿も完成するはずだ。どんな宿になるんだろう。
成した頃に絶対見に来なくちゃ。でも村に立派な宿か。雰囲気が壊れないか少しだけ心配かも。ねえ、どこに行くのさ。ここでいいの？さんからお手紙。今は対象をクラウディアに任せて家で楽隠居してるんだっけ。大げさすぎるよ。紹介は今お父さんが故郷で運営を総括して主要な対象を私が管理するって感じかな。なるほど、運営を総括で管理なんだね。手紙はお母さんの容態は安定してるから心配せず好きにしなさいって返事。合流する前に少しの間ライザと行動しますって確認の手紙を送っておいたんだ。さすが、手回しが的確だね。お父さんがついてるって、お母さん本当に大丈夫？私との旅で長く会えなくなったりしてない？大丈夫。容態って言うから大変に聞こえるけど、お母さんの様子はずっと変わりないんだ。お父さんが一緒にいるのはライザのおかげ。え？あの時ライザが私たちをもう一度まっすぐに結びつけてくれたから。お父さんも私も遠慮なくお母さんのことを話してどうするかをお互いに相談できるようになったの。それこそ大げさだよ。私が手助けしたとしても勇気を出したのはクラウディア本人なんだから。勇気？ん？どうかした？ねえライザ、錬金術って物を作るだけなのかな？え？あ、今の話は忘れて。ちょっとライザに甘えすぎなことだから。なんだかわかんないけどいつでも続きをどうぞ。クラウディアのことちゃんとわかってるから。気遣って考えて遠慮もして、でも言うべき時には言ってくれるんだよね。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。ねえ、どこに行くのさ。まだマシに見えるぜ。空間島に来るとただいまって言いたくなっちゃう。だいぶ良くなってきたじゃないか。本当ですか、ボスさん。実は俺ちょっと前にアガーテ姉さんたちにくっついていって魔物とも戦ったんですよ。ほう、ついに魔物と戦ったか。やるじゃねえか。いや、それがもう怖くてほとんど何もできなかったんですよ。ボスさんなら余裕なんでしょうけど。バカ言え。外は広い。敵も味方も俺より強いやつばかりだ。それこそあいつらもな。レントだけじゃねえ、ライザだって俺より強い。
まさかライザが、うん、確かに結構な跳ねっ返りだとは思いますが実際に見りゃ分かる。お前ももっと頑張らねえと軽くひねられるぞ。はい、頑張ります。ボース、私のことをそんな風に見てたのか。でも強いって言葉はそんなに嬉しくないな。お、どこ行くんだ。うん、ねえタオ、なんでそんなとこで本読んでるの。ほんと、どこでも本を読むよね。いや、部屋が狭くてさ。ん？タオの部屋ってそんな狭かったっけ。うん、僕も久しぶりに家に戻ってきて驚いたんだよ。こんなに足の踏み場がなかったかなってね。これだったら本は外で読むしかないかって思ったんだ。ああ、そういやタオの部屋ってそうだった。天井も割と高くて部屋自体は狭くないけど、本とかが散らかっててガラクタ倉庫みたいなありさまだったっけね。ちょ、待ってよ、ガラクタ倉庫はないよ。他人が見たらそう見えるかもしれないけど違うんだよ。僕はちゃんとどの本がどこにあるか分かってるし、必要なものはすぐ手の届くところにあって、少なくともあの当時の僕にとっては計算され尽くした効率的な配置だったんだよ。けどタオも部屋が狭く感じたんでしょ。あ、そうなんだよ。誰も手を入れてない、何も変わってないはずなのに、久々に見たら。きっとタオ自身が変わったんじゃない。オートに行って生活が変わったり、いろいろ経験してさ。あと背が高くなって天井が低く感じたりとか。そうなのかな。ボス君、空剣刀の方はどう？そういえば、ボスがモリッツさんに縁談をし進められてるらしいんだよね。有力者の家に生まれると大変だよね。いいこともあるのかもしれないけどさ。そうなんだ。実は、私にも似たような話が来たことあるの。嘘、クラウディアにも。
まあでもクラウディアならそういう話が来ても別におかしくないのか。それでどうしたの？断ったよ。あ、そうなんだ。でもなんで？ライザも知ってると思うけど、今は仕事がね、かなり忙しいし、でもやりがいもあるし、仕事の方が優先順位が高いから、まだそっち方面はいいかなって。なるほどね。それにしてもそんなに仕事熱心だったなんてすごいね。私ちょっと思うんだ、結婚しなければならないって嘘だって。一人で生きてる女性だって世の中にはいくらでもいるでしょ。そういう生き方も選択肢の一つとしてあるんじゃないかなって。はあ、やっぱりクラウディアって大人だね。でも本当はね、まだライザとこうして一緒に冒険したかったからだよ、クラウディア。今だって仕事休んでこうしてこっちに来てるくらいだからね。ここでいいの？どこか行くのか？フェデリーカ、こんなところで何してるの？ライザさん、あ、いえ特に何ということは、ただ考え事は。考え事ってサルドニカの？そちらは二人がうまくやってくれているようです。考えていたのはライザさんやあの島のこと。フェデリーカ、ちょっと付き合ってくれるかな？はい、どちらへ？ちゃんと私たちのことを説明できる場所。きっと驚くよ。私たちもそうだったんだから。って感じで、私たちは故郷を救ったわけ。今また証拠りもなく危なくなってんだけどね。何を
言っていいのか分かりません。錬金術にクリント王国、異界、いろいろありすぎて説明が乱暴だったかな。脅かすつもりはないんだ。ただ話じゃ分からなかったと思うけど、怖いだけじゃない、ワクワクする冒険でもあったんだ。それで今新しい冒険に新しい仲間も飛び込んできた。私はフェデリーカのことをそう思ってる。それだけ言いたくてさ。ライザさん、あの宮殿に入ることができたのも新しい仲間のおかげ。まあ結果はあんなだったけど。ありがとうございます、ライザさん。私も仲間としてできることでお手伝いさせてください。そしていつかライザさんの言われるワクワクする冒険を一緒に感じたい。きっとすぐそうなるよ。改めてよろしくね、フェデリーカ。はい、こちらこそ、ライザさん。どこか行くのか？ここでよろしいんですか？森の中は苦手です。どこも同じに見えて分からなくなってしまいそうで。ここがいいな。この辺りは甘い素材がたくさん取れるんだよね。みんなで取りに来たの懐かしいな。集めておこう。おーい、ありがとね。敵だ、気をつけろ。やってやろうぜ、タオ。成長を見せてあげるよ、ケンパ。これでおしまい。マイクが2つよ。私の戦略だよ。ライザ、お願い。任せろ、ライザ。今の私の戦略だよ。せっ、くらい。これでおしまい。マイクが、今の戦略。ライザさん、お見事です。いいかった、はい、どうだ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。向かってたけど、レントはさすがだね。もう一度、はい、せーの、私が全力だよ。終わりだ。スピードを上げる。よし、今ならいけそう。もう一度、やったね、ライザ。せっ、どうだ。どりゃ、せーの、こいつでどうだ。いいかった、やってやろうぜ、タオ。この先、一緒に戦おう。まだまだ。見えた。まだいける。さあ、開けられる。せーの。これで終わって。ボス、一緒に戦おう。やってやろうぜ、タオ。これで決める。それ。突撃だ。それそれそれ。私はこれでいけ。よし、今だ。そりゃ力を一つに。フォトクエーサー、これでおしまい。私たちの勝ちだね。問題ありませんね。えい。手伝って。またよろしく。Thank you.
お、どこ行くんだ？素材や。それにしてもこんな軍刀が突然現れるなんて不思議ですね。イルカと触れ合えるかも。貴重な機会だよ。慌てなければ大丈夫だよ。まだいけるね。そりゃあ二つよ。やっ、こいつでどうだ。私が全力だよ。ライザー、この私に任せて。そりゃあ、こいつでどうだ。やったね、ライザー。頼んだ。そこ、今なら攻撃が変わるかも。くらえ、くらえ。いい感じだ。もう一度とどめだ。くれるかな。水も風も気持ちいい。もっと小さい頃に水獣と出会ってればな。ありがとうね、手伝って。またよろしく。Thank you.
くするよね。見つけたものはちゃんとしまっておけよ。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。ぼちぼちな。そうだ、近々仕事の話をしてもいいか。ええ、もちろん。いい商談になるといいね。行くのさ。うん、過ごしやすい気温にな。空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。どこか行くのか。ここにしよう。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島がって。ライザじゃないか。あ、タオ、レントやフェデリーカもみんなで食事してたんだね。そうなんだ、たまたまばったり出会ってよ。皆さん島の料理は大したことがないとおっしゃっていたのですが、野菜が美味しくていいですね。野菜はまあ新鮮ではあるかな。種類は少ないと思うけど。あれ、タオがピーマン食べてる。あ、そういや、あまりに自然食べてるから気づかなかったが、タオ、お前ピーマンが食べられなかったよな。どうしたんだ。そうだったんですね、ピーマンが。うん、それがさ、オートで美味しいピーマンの肉詰めを食べたら普通に食べられるようになったんだよね。そうなのか。
でもその前によく食べようって気になったな。パティもいたしさ、かっこ悪いなと思って。ほう、それは。でもさ、オートのピーマンは知らないけど、島のだって別にまずかったわけじゃないと思うけど。そうですね、私もとても美味しかったと思います。確かに食べてみたら美味しかった。単に食わず嫌いだっただけだね。そういえば前にお父さんが言ってたことがあったっけ。大人になるとそれまで嫌いだったのになぜか平気になって美味しいと思うようになる食べ物が結構あるって。じゃあ僕も大人になったってことなのかな。少なくともピーマンが食べられるくらいには。どこに行くの？ここでいいの？小妖精というが実際魔物なんだよな。紛らわしい名前の付け方だ。